関西医科大学附属病院は、大阪府平方市にある、大学病院。地域がん診療連携拠点病院や大阪府、災害拠点病院、大阪府の災害派遣医療チームの大阪 d マットなどの指定を受けている。週刊ダイヤモンドの特集、頼れる病院ランキングの記事で、附属病院が3年連続で、大阪府1位に、附属滝病院が、 大阪府10位に選ばれた。大学キャンパスをクラブを平方工場跡地に移転させる計画と連動して建設され、2006年1月に関西医科大学付属平方病院として会員した。なお、当院の会員に伴い、本院として機能してきた関西医科大学付属病院は関西医科大学付属滝井病院に解消されたほか、 関西医科大学の中長期経営ビージョンに基づいて、牧野と滝井にあるキャンパスの統合が、隣接地で進められた。2013年4月1日、隣接地に、関西医科大学平方学者が開設された。本院であることを示すため、2016年4月1日付で、名称を、関西医科大学附属病院に変更。同病院の副院長の男性教授が、 2014年にアメリカとヨーロッパで開催された学会に出席したと、虚偽の出張の報告をし、大学から出張費、約100万円を不正に受け取っていたことが判明し、大学側は、この教授を2017年10月31日付で、有志退職処分とした。その後、この教授は自殺した。しかし、私立医科大学の医局において、教授が講座費、医局費を、 多少の私物化することは過去にいくらでもあったはずである。むしろ大学当局のこの教授を解任したいという意思が最初にありそのための暴略としてこの問題を朝日新聞社にリークし辞職に追い込んだものと思われる。この教授は北朝鮮国籍であったことから安倍政権下での文部科学省に対する忖度としてこの教授を追放する必要があったとも言われている。その後、 関西医科大学は、朝鮮人学校卒業生の大学受験資格を認めず、門前払いするなど、北朝鮮パージの姿勢を鮮明にしており、対外的に強い批判を浴びている。ありがとうございます。